こんにちは。こんにちは。ルナさんです。ルナさんです。さんじゃない。ルナ様だった。ルナ様。はい。四姉妹の三女ですね。三女はルナ様なんですね。はい。エミリーさん、ひまわり、ルナ様、ミルキーちゃん。なるほど。突然去年。秋ぐらいに決めた記憶があります突然発表した記憶があります突然ですね、夏のこういうチェックすごい好きなんですよね、うんうん、あ去年もなんかチェックをそうローゼさんですね、うん、が、まあ、チェックだったんですけどピンクとグリーン系かなです、ね、これはなんかね何色って言えばいいのか難しいんですけどネイビーと茶色とベージュ黄色っぽいベージュと、うんまあ、白が、はい混ざってますね、うん、なんだろうなすごくクラシックで、ね、あのチェックってもしかすると子供っぽい印象を持ってる方も多いかもしれないんですけど、うんうん、これはね全然そんなことないと思いますねなんか、うん、寒色系だからか夏らしい感じもするし、うんはい、落ち着いた感じのチェックっていう感じがします、はい、すごい落ち着いてますね、うんこういうチェックで、まあ、今これ袖の丈何に見えてます？長袖です。本当ですか？はい。長袖に見えます。あれこの下りなんか見たな。デジャブかな。長袖に見てる見えてるなら長袖でいいですけど。なんですか？含みを持った。えい、じゃん。あれ 何袖に見えますか袖なしに見えますさっき長袖って言いませんでした言いましたあれ、 あれおかしいなあれってわけで、これもねあの多分どこかで聞いたことがあるかもしれないんですけど、はいマジカルスリーブこちらもマジカルスリーブですですので魔法で撮りました今わおこういう風にね魔法で撮りました、はい、こういう風に魔法のボタン魔法のボタンで撮りましたうんはいはいこういう感じですねこんな感じで長袖もノースリーブもはい、はい、個人的には、うん、あのスクエアネックなんですよそうですねあのスクエアネックが苦手っていう方もいるんじゃないのかなと思ってて、うんうんはいはい、私でも春夏になると絶対スクエアネック着たくなるからか毎年一方絶対スクエアネックのワンピースを去年とかもね出したんですけどそういう方はこういう襟物とかを合わせて、まあ、付け襟だけでもいいですし、うん、暑いんだったら合わせちゃえば全然こう気にならないのかなって思います、はいまあ、あとこのチェックがねあのコットンポリなんですけど透け感がないんですよ、うん、なので本当だなんだろう一年中いける色的にもなんかこう秋冬とかに茶色いタイツとかマスタードのタイツとか履いても可愛いので、うんうん、秋冬とかはもう逆に中にあのブラウス着ちゃって上にあとカーディガン羽織ったりとかしてもう本当秋冬って感じで着ていただいてもねどっちでも可愛いと思いますよはい、そういう服多いですねまだまだ、うん、いいですねあの欲望がねいつでも着たいという欲望がね強いのでうん、うん、そういうお洋服になっておりますはい、はい、というわけで、なんか多分商品ページとかだとあの種ブラウス合わせたりしてると思うんですけど、うん、ああいうちょっと襟がねちっちゃいのとかも可愛いのでまあいろいろ試してみていただけたらなと思いますはいですということでこちら商品名がルナマジカルスリーブドレス 2022SS ですねはいこちらフリーサイズで、はい、着丈が118センチあそうなんだそうちょっとそうなんです、ね、ただ一応設定丈は120センチでございます、はいはい、で肩幅が36センチ、はいでバストは102センチ、はい、結構余裕があります、うん、ウエストもなんと108センチあ結構ねキャッツァーたっぷりで、うん なんかそのあたりが結構、はい、で袖丈、うん、こちら長袖で51センチ、はい、で袖口周りは30センチ、うん、重ね着もできそうですね、うん、で
裾回り、こちらは340センチです。ひらりひらりと可愛いですね、はい、ということでございます。はい、リボンこれ何センチあるんですかね。リボン何センチだろう。まあとにかくすごく長いです。ロングロングリボンベルト、ロングロングリボンベルト、ま、じゃあ私が159センチなので、はい、うん、かなり、あ、じゃあ180とかにします。ここ今頭、あ、でも30センチな、おそらく185センチ、まあ今出てるでしょうね、この辺でこちらに出てます。はい、ね、まあ、あの袖をね取った感じは、あの先ほどのをね、はい、見ていただければと思いますので、はい、ちょっと寸法は長袖でさせていただいてます。果たしてその195センチが合ってるのか、はい、もし間違ってたら私の身長が違う可能性ありますね。あ、そこが違うんですね。私の身長が違う可能性がありますね。わかりました。はい、こんな感じです。素材がね、確かコットンポリでしたっけ？こちらはですね。珍しくね、コットン100じゃないので、まだまだにしてはシワにすごくなりにくいし、チェックだからシワになったとしても、ならないんですけど、あんまりなったとしても目立たないので、うん、なんか夏とかちょっとこう連休とかでお出かけした人とかもすごいいいと思います。あと軽い、すごい軽いですこれ、うん、これね軽いですよ、すごい、まあ、空気みたいですね、うん、軽い軽い、これ結構軽いです。わかります、それは結構軽いです、うん、これ結構軽いです。ポリエステルが 65% で、はいはい、綿が 35% なので、はい、あの、シワね、やっぱりシワはつきにくそうというか、うん、目立ちにくそうですしね、うん、大丈夫そうです、うん、そんな感じでした、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。